マリオオデッセイに新しいステージができたみたいで、やってみよう。どんなステージかな。お、マイクラのゾンビが出てきたぞ。まさかのマイクラコラボステージ。早速ゾンビに帽子をかぶせてみよう。ゾンビで暴れてやるぞ。骸骨現れた。弓矢で撃たれてすぐ死んだ。ただゾンビ肉になっただけ。もうゾンビに帽子かぶせるのはやめよう。ゾンビと骸骨は無視して先を急ごう。あれれ、壁があって先が進めない。これはどうしたらいいんだ。クリーパーが現れた。そうか、クリーパーでこの壁を爆発して壊すのか。クリーパーに帽子をかぶせて、これで爆発してやる。あれ、思ってたよりすごい爆発。でっけえ穴開いちゃったよ。これ飛び越えれるかな。さようなら。うまくいかないね。どうやってこの壁を乗り越えるんだろう。エンダーマンが現れた。そうか、エンダーマンでテレポートしてあっち側に行けってことか。エンダーマンに帽子をかぶせてテレポートで逃げられた。目の前に現れた。そして思いっきり殴られた。思ってた通りにならないね。人生もそうだね。なんやかんやあったけど、ようやくボスだ。ボスはエンダードラゴンだ。でもダイヤの装備とかもないし、勝てるわけないよ。でももしかしたらクッパとかが現れて、クッパに乗り移り戦うとかかな。豚現れた。なんで豚だよ。でも意味なくこんなところに豚が現れるわけない。この豚は強いんだ。豚を乗っ取り攻撃だ。すぐやられた。意味なく現れたただの豚だった。どうやってエンダードラゴン倒すんだよ。スライム現れた。こいつも弱いから無理だろう。でも一か八かスライムを乗っ取り攻撃だ。またやられて分裂した。小さくなっても突撃だ。またやられて分裂した。こんだけ小さくなってまたをすり抜けて斧を落とす。これでエンダードラゴンもマグマダイブだ。さよなら。なぜエンダードラゴンが空を飛んで逃げなかったかは考えないことにしよう。これでクリアだ。やった。たまにはハッピーエンド。チャ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